お塩の代わりに塩麹を使うことでですね、更年期にやってくると言われているですね、高血圧予防ということで、皆様今日はですね、なんと血圧を下げる効果がね、文献でもね、発表されている塩麹ですね。実は更年期とかになっていくとですね、血圧が上がるというふうに言われております。私もですね、血圧はめちゃくちゃ低い方だったんですけれども、これから上がっていくのかしらっていうのもね、ちょっとね、漠然と怖いなと思ったりしましてですね、そういったね、更年期のね、高血圧になる方が多いので、その前にね、発酵食を食べて予防しましょうというようなですね、ニュースがね、ヤフーニュースで取り上げられてたっていうところがありまして、お塩をですね、塩麹に変えるっていうところとかがあんまりピンときてない方とか、この麹の調味料ね、塩麹というものをね、どうやって使うかわからないっていう方もね、結構いらっしゃって、活用方法教えてくださいっていうね、方はね、すごい質問とかでも多いというところもありますので、今日はですね、この塩麹をですね、どうやって活用していくのかっていう話と、この塩麹を使うことでですね、お塩のね、取りすぎっていうのはですね、本当に良くないというふうに言われていて、高血圧の方はね、特にね、お塩良くないとか、あとね、糖尿病の方とかもね、やっぱり食っていうところはね、結構厳しく言われているところがあるかなというふうに思うんですね。たくさんの方が年齢を重ねていくとともにね、気になるこの高血圧というところとお塩っていうのはね、深い関わり合いがあるかなというふうに思います。なので、いいお塩をうまく塩麹という形にすることによって、旨味成分がね、出ますので、このね、塩のしょっぱいという味わいだけではなくって、旨味成分も出てくるので、あんまりしょっぱくなくてもね、美味しさを感じるというところもありますし、このお塩のね、選び方っていうのもね、結構大事なんですよね。で、お塩やっぱり安いものから高いものまでめちゃくちゃピンキリでございます。はい、なのでですね、お塩の選び方はね、お塩の選び方っていうところでね、やってるんですけれども、ちょっとね、今日はまたお塩の選び方についてもお話をしていきたいと思います。今日は塩麹のお話ですね、たっぷりしていきたいと思います。どうやって塩麹使えばいいのかなっていうようなお話もしていきたいと思います。塩の代わりにね、塩麹をね、取っていくっていう話をしてるんですけれども、日本人でね、一体どのくらいのね、塩を取ってて、実はどのくらいまでしか取ってはいけないのかというね、上限のところのね、お話をしていきたいと思います。日本人のね、塩分の摂取量というのはですね、1日上限 6g というのもね、目安というふうに言われております。塩分が入ってるものね、日本人で取ってるっていうね、印象があるかなと思うんですけれども、しっかりね、発酵させているお塩に関してはですね、血圧を下げる効果もあるというような文献も出ておりますので、みんながそういう体ではないかもしれないんですけれども、そういった文献も出てきているというところもあって、しっかりね、発酵させているものですね、発酵もどきではなく、しっかり発酵の過程を経ている塩麹っていうのは、安心して召し上がっていただける方が多いんではないかなというふうに思っています。はい、こちらのですね、ヤフーニュースタイトルがですね、更年期の高血圧、意外な原因とポイント、そして改善ポイントは発酵食品になるよということがね、書かれております。素晴らしい。はい、若い時はですね、血圧が低い方も更年期のね、境にですね、ぐっと高血圧になる方が多いというふうに言われているそうです。厚労省のね、調査ではですね、50代の方はですね、4人に1人が高血圧だというふうにも言われているという結果を調査発表ね、しております。更年期に高血圧になる原因ということでですね、原因はですね、やはり女性ホルモンであるですね、エストロゲンというね、女性ホルモンが関係しているというふうに言われております。このね、エストロゲンの減少によってね、いろいろな不調が出てくるというのが、この更年期という形になります。このホルモンバランスを整えるというのをですね、食生活というのでね、整えることができるという形になりますので、ね、この食生活をね、整えることで、高血圧予防という形にもね、この塩麹に変えることということができるという形になりますので、これはね、していきたい方多いんじゃないかなというふうに思っております。ニュースの中にもね、書かれていたんですけれども、食生活のね、見直しというところでですね、毎日ね、取ってほしいものっていうところで、キノコとですね、海藻類というのがね、書かれておりました。このキノコとね、海藻類というのはですね、水溶性の食物繊維がね、たっぷり含まれているという形になるんですよね。まさにこれはですね、腸内細菌たちの餌になるというのをね、もう皆さんもね、聞き飽きたわっていうぐらい聞いてるかと思うんですけれども、この毎日
チのね食べ物の中に海藻そしてですねキノコ入れるっていうところではですね一番ね手っ取り早いのはね絶対スープお味噌汁という形に、ね、なるんですよね。まあお味噌だったりとか塩麹っていうのをですねスープにしていただいて食物繊維である海藻キノコっていうところをねカロリーも低いのでダイエット食材としてもぴったりのものになってきますのでこちらをね取り入れてたっぷり食べていただくといいかなと思います。はい、ということでですね、塩麹の作り方ですね、ちょっと簡単に口頭でですね、お話をしておこうと思います。詳しくはですね、塩麹完全版を見ていただくと作り方ね、載っておりますので、常温でね、作る作り方と、ヨーグルトメーカーで作る作り方っていう形で2つ選べますので、すぐにね、作って使いたいという方は、ヨーグルトメーカーで作っていただければと思いますし、1週間から10日、混ぜ混ぜしてね、ゆっくり発酵させて作っていくっていう方は、ぜひ常温で作ってみていただければと思います。レシピはですね、麹 100g、お塩 35g、そしてお水 135g という形になります。麹とね、お塩をですね、しっかり合わせて塩切りやどしてください。はい、こうすることでですね、皆さんの手にもついている常在菌もね、一緒に中に入ってくれることができますので、はい、お子さんとかともね、一緒にやっていただくといいと思います。麹とお塩をね、スリスリしてください。そこにですね、135g のお水を入れて混ぜ混ぜしたら出来上がりという形になります。混ぜ混ぜは常温だったら1週間から10日ですね。で、容器はですね、煮沸消毒かパストリーゼという感じでですね、消毒をしていただいて、シュッシュしていただいたり、煮沸消毒していただいたものをぜひ使ってください。で、ヨーグルトメーカーの方はですね、58度で8時間ぐらいですかね、保温していただければ8時間後には完成という形になりますので、でこの時ですね、どっちの時にもね、ポイントはですね、しっかりお塩をですね、溶かすことがとってもポイントになります。このレシピはですね、 12% 以上のねレシピになってますので、常温でもねしっかり作っていただくことができるんですけれども、お塩がね溶けてないと塩分濃度ね、しっかり 12% 以上になっていないという形になりますので、なんか塩が残ってるとかね、時間がないとかっていうのもあるかもしれないんですけど、しっかりお塩はどちらの場合もですね、しっかり溶かしてから止めてあげるとか、ヨーグルトメーカーにセットするっていうことをしていただければと思います。美味しい塩麹ができますので、ぜひ皆さんもねやってみていただければと思いますし、お塩のね、はい、あの種類を変えると味も違ってきたりとかしますので、ぜひいろんなお塩でお試しいただければと思います。はい、そしてこの塩麹をね作る塩というのがすごくね、とてもとても大切かなというふうに思ってます。私たちの体はですね、やっぱりミネラルというものがね、とても大切になってくるんですよね。で、お塩というのはミネラルがたっぷり含まれているというのが特徴の商品製品になります。カルシウム、カリウムですね、そしてナトリウムというものがね含まれているという形になっていて、このバランスによってもね、お塩の味というのがね変わってくるという形になります。お塩の食べ比べというのをですね、塩完全版の方でさせていただいておりますので、ぜひぜひね、そちらの方をね見ていただくといいかなと思うんですけれども、いいお塩でね、塩麹をね作っていくといいかなと思います。塩完全版の方ではですね、このこういった本をですね出させていただいてですね、日本一の塩屋が選んだ塩101選ということでですね、こういった本でもご紹介して食べ比べしてますので、よかったらね見てみていただければと思います。このね本にはですね、このね味比べというですね、チャートみたいなものが載っておりますので、その辺もねすごく皆さんのね参考になるんではないかなと思いますので、見てみていただければと思います。お塩はですね、先ほどミネラルのお話ししたんですけれども、ナトリウムとカルシウムとマグネシウムとカリウムですねっていうのが入ってます。カリウムね、一緒に取っていただくとデトックス効果が、水分をね外に排出するというね効果もあるミネラルという形になりますので、こういったねしっかりミネラルが入ってるものっていうのを選んでいただくと安心して、さらに発酵した塩麹なので血圧効果作用もあるよという形になってきますので、ぜひミネラルがねたっぷり入ってるお塩選んでみていただければと思います。お塩もね本当にね、こういった形でいろんなお塩がありまして、
しかもね、このね、粒の形とか大きさとかも結構みんな違かったりして味わいも違うので、ぜひいろいろなお塩を試していただくと、ね、ご自身の体のためにもなってくるし、まあ、何より美味しいというところもありますので、いろんなお塩ね、本当にたくさんいろんな地方でいろんなお塩出てますので、本当お土産にね、お塩ってすごいいいなと思うんですよね。はい、なのでぜひぜひ皆さんもね、お塩ね、お家の近くもそうですし、あとは旅行に行った時にそこにねあるお塩みたいなのを見てみていただくのもいいかなと思います。はい、そしてね、麹もですね、麹スタイルで購入いただきますと6種類の麹がありますので、このね6種類の麹で塩麹にするとね、また全然違うお味になるんですよ。それがめちゃくちゃ美味しいですので、ぜひぜひいろんな麹でね塩麹を作っていただくっていうのもいいかなと思います。普通にお塩を使うっていう風になると、例えば何ですかね、もう私本当に塩をですね全部ほぼ塩麹にしてしまってるので、例えばもう覚え浮かばないぐらい塩麹なんですけど、本当にちょっとお塩ね一つまみ入れて味をつけたりとかする時あるかなと思うんですけど、そういう時にね全部塩麹に変えていただいて大丈夫です。はい、なのでこう酒蒸しをするとかっていう時も塩じゃなくて塩麹を入れますし、例えばね蒸し煮にするとか、お野菜蒸し煮にする時とかもお塩入れて蒸し煮にするんじゃなくて塩麹入れて蒸し煮にしたりします。でお野菜ねちょっとこう浅漬けにする時とかも塩をね塩麹に変えていただくという形でもいいですし、いろんな場面で本当お塩ってね出てくると思うんですけど、お料理してるとね、うん、なのでその時に全部、あ、塩じゃなくて塩麹みたいな形で変えていただくといいかなと思います。はい、ドレッシングにももちろん塩麹、醤油麹、甘酒全部入れていただいても美味しいですし、塩麹でね塩のドレッシングとかっていう形だったら塩麹のドレッシングっていうのもさっぱり召し上がっていただけていいかなというふうに思います。あと何ですかね、本当にお魚とかを蒸したりする時にも塩麹を乗せて蒸したりっていうこともできるので、そうするとね柔らかくなったりしますし、逆に先にちょっとね入れておいてっていうのもいいかなと思いますし、お肉のねハンバーグの種にも塩と胡椒を普通は入れるかなと思うんですけれども、塩麹を私は入れています。胡椒はもちろん入れていただいても大丈夫ですよ。あと唐揚げとかもね、塩麹につけたお肉でですね唐揚げしていただいてもとってもとってもとっても美味しくなりますので、ぜひいろいろやってみていただければと思います。で味噌玉ですね、何のどの動画に入れたかもうちょっと記憶喪失になってしまっておるんですけれども、味噌玉ね、味噌汁の代わりにね使っていただける味噌玉なんですけれども、ここにですね塩麹入れていただいてもねめちゃくちゃ味わい深くなってね美味しくなるので、味噌玉作る時にねちょっと塩麹入れていただくっていうのもおすすめをしておりますので、はい、お味噌汁みたいな感じでねやっていただいてもいいかなと思います。そして朝ごはんのね動画でですね、注ぐだけ簡単スープというのをやってるんですけど、これ全部ね塩麹でやっております。で塩麹にねネギを入れておくとちょっと中華風の出汁みたいな感じになったりとかするので、まあ、それをね調味料として使っていただいてもいいですし、スープの素として使っていただいてもいいですし、そこにねわかめとか青さとかパッと入れてね飲んでいただくと海藻類が取れるという形になりますので、はい、食物繊維が取れてね腸内細菌喜ぶし腸内環境整うよっていうところもありますし、更年期対策ということでですね、ホルモンのねバランスを崩さないとかっていうところもありますし、更年期で崩れていくその高血圧予防というような形のところもできてくるかなと思いますので、40代後半の方、50代の方とかね、やっぱ漠然とちょっと怖いなっていう方はぜひぜひやっておいていただくとですね対策になるかなと思いますので、はい、何でも発酵食品にしてくれる塩麹というのをですね塩の代わりに使っていくっていうことを皆さんねやってみていただければと思います。はい、ということでですね、今日も最後まで見ていただいて聞いていただいてありがとうございました。はい、塩麹本当ね万能なので何にでも使えます。でお豆腐の回ですね、40代50代の方は気をつけて、食べ過ぎると怖い食材3選というね動画をね作ってね配信しておりますけれども、大豆製品って実はね更年期の方とかもそうなんですけど、食べ過ぎるとめちゃめちゃ怖い食材なんですよ。はい、その秘密をですねお話をしてまして、でそのねお豆腐をですね
効果的に摂る方法ということで発酵食にする、ね、レシピなんかもねこちらのね見てみていただけたらとてもとても嬉しいですので、食べてみて作ってみてくださったらコメントいただけたらとても嬉しいです。ということでですね、今日はですねお塩の代わりに塩麹を使うことでですね更年期にやってくると言われているですね高血圧予防ということでお話をさせていただきました。ぜひね皆さんね一緒に予防してですね素敵なね50代とかをね迎えていけたらいいなと私も思っておりますので、ぜひよかったら試してみていただければと思います。塩麹こんなのに使ったよっていうのもねコメント欄にねどんどん入れていただけると、皆さんのねこの見てくださってる方、麹に興味のある方でね仲良くなっていただいてねコミュニティみたいになっていただけたらすごく嬉しいなと思ってますし、麹のね講座もやってますので、ぜひそういうのもね見てみていただけたらすごく嬉しいなと思います。麹なんか使ってみよう、塩麹をね使って塩の代わりに使ってみよう、美味しくなりますので、ただお塩を使うよりもとにかく美味しくなるっていうのね、美味しいってめちゃくちゃいいじゃないですかっていうこともねありますので、米にね混ぜて炊くだけの麦塩麹っていうのもね塩麹でできてますので、よかったらそんなのもね使ってみていただければと思います。今日もね見ていただいてありがとうございました。はい、 YouTube 専用のね LINE 公式がありますので、 LINE をねお友達になっていただくと調味料の選び方というね音声をプレゼントしております。はい、こちらね調味料ね選び方変えていただくだけでね、ご飯がとっても美味しくなりますし、体にも良くなりますし、お肌も綺麗になるし、はい、性格も良くなるというところがねありますので、ぜひ皆さんね調味料の選び方音声聞いていただいて友達になっていただけたらと思います。ということでですね、まあ、次の動画もね楽しく進めていきたいと思いますので、また見てください。今日もありがとうございました。今日も素敵な一日をお過ごしください。はい、ではまたお次の動画でお会いしましょう。またね。はい、みさん質問が来てます。はい、麹ってワンちゃんも食べられますか？はい、ワンちゃんもね食べられるよね。はい、でワンちゃんも腸内細菌たちいるので腸内環境を整えるのが大事なので、ワンちゃん飼ってる方でね甘酒食べさせてる方いらっしゃるんですけど、毛並みが綺麗になったりとかするよっていうことだし、やっぱ甘かったりするとね、ワンちゃんも美味しく感じるの。甘みってやっぱり動物美味しく感じるんですよね。フルーツとかも甘いの美味しいじゃないですか、やっぱり。なのでそれは哺乳類共通みたいな感じなので、はい、ワンちゃんも食べていただけますね。何も余計なもの入ってないので安心して召し上がっていただけたらと思いますよ。はい、ありがとうございます。はい。